さあこんにちは、鈍感魔町のチャンネルへ。ありがとうございます。さあ今回はですね、 SNS を使って集客だったんですけども、SNS を使ってまず自分は何をやってるんですっていうことはまずお伝えしていいと思うんですけど、例えば僕だったらレザーに関してのことをツイートして、例えば今日は味噌ラーメンを食べました、味噌ラーメンの後にレザークラフトのまた続きを頑張ってますとかだと、味噌ラーメン好きな人にも飛んでくし、レザークラフト好きな人にもまあ飛んでくしいいかなみたいな感じで、あのツイートとか一応今はそういう風にやらせてもらってるんですけども、やっちゃいけないのがツイートで、僕はレザークラフトの商品をやってて、これが、いくらで販売してて、ネットショップはここでとかっていうのを、あのそのままストレートにお伝えしたいんですよ。お伝えしたいんですけど、それをやっちゃうと、ただうざいなって思われちゃうんですよね。結局相手側としては、相手の人が欲しい情報、見てよかったなっていう情報を求めてるわけですから、こっち側の、伝えたいことだけを伝えると、多分登録者が増えていかないんだろうなって思うんですね。で、例えて言うとパーティーの場だと思うんですよ。例えばパーティーって名刺の交換とかあのしてご挨拶して、あそうなんですねって言って顔見知りになるわけですよね。あこの人こういうことやってんだっていう顔見知りになる場だと思うんですよ。そこで、はい、私の会社はこういうことをやってまして、こういうのを販売してるんですよ、でよろしかったらあの電話番号はここでとかってやってたら、多分そのパーティーの場では何なのってなりますよね。しかもそれを何なのって口に出さないで、ああ分かりましたって言いながらさーっといなくなってきますよね。なのでそこはまず知ってもらうだけでいいと思います。知ってもらってから次の段階に行けばいいんだと思うんですね。なのでツイッターとかはまずは知ってもらう。僕は、レザークラフトで、ショップを持っていて、ドンカマチョっていうショップをやってるんですよ、こういう人がいるんですっていうのを覚えてもらうっていうのを知ってもらうっていう形でいいのかなって思います。でその知ってもらうっていうことがとっても大事なことだと思います。例えばですけど、アパートがあって、でその部屋が例えば10個あります。で、隣の部屋の人は知ってると思うし、上の人とかも多分知ってると思います。だけど斜め上とか斜め上の隣の人とかは、同じアパートに住んでても、分からない人って多分いると思うんですよね。だけどその斜め上の隣の隣はなぜか知ってるっていうパターンもあると思うんですよ。それは何でかっていうと、例えばゴミ出しの時にいつもこう時間があって、あこんにちはって挨拶をする、でこの人は自分の部屋の斜め上の隣の隣に住んでる人だなっていうのを知ってたとします。これだけで、知ってるか知ってないかっていうと知ってるということになるんですよね。なのでまずは SNS を使って、こういう人がいるんですよ、こんにちは挨拶をしてる、それくらいの程度で、まずは知っている、知ってもらうっていうところからでいいのかなって思いながら最近はやらせてもらってます。でももっといろいろ SNS は奥が深いと思うので、また勉強して自分の中で、あこうなんだなっていうのがある程度頭の中でまとまって実際にやってみたら、また YouTube で皆さんにお伝えしていきたいと思います。今日はありがとうございました。